私は診断書によると ASD 特性が強いみたいですが、フラッシュバック、考え方のこだわり、ルーティーンが崩れるとパニックになるなど問題が山積みで、衝動性も強く、救急に受診や入院も時々あります。おな,るほどなので、発達障害でも障害者雇用で働けている方々や子育てができるぐらいの傾向がある軽度程度の方々が羨ましいと思ってしまいます。あなるほど。子ども自体に診断や支援があったらと思ってしまうのは、 どうししたらよいでしょうかまあこれはまあ思っちゃなしょうがないっていうのがまず一つと一方で子供時代に診断とか支援につながらなかったっていうことはまあ,ある程度実はしのげてたっていうことなんですよね。だからもうどうしようもなかったかもしれないですね。よくあの大人になって小さい頃こういう支援があればよかったし診断が早めにあった方がよかったっていう方聞きますけどまあでもそれ足られ場で。 もう一回そこの時点に戻ったとしても、やっぱり今の感覚でも診断とか気づくの難しかったかもねっていうことはたくさんあると思います。なので、違う考え方すると、子どもの頃そこまでやっぱり問題がこう露,見露呈するまでですねあの、ひどくなかったっていうことなのかもしれないですね。 まあ、あるいはひどくないように頑張りすぎたっていうことかもしれないので、やっぱりあの小さい頃に診断や支援があった方が楽だったかもしれないですけど、まあでも戻れないですからね。で、あとは、あの今書いてらっしゃる、あのルーティンが崩れるとパニックになるとか、衝動性も強いとかって書いてらっしゃるんですけど、これはですね、確かに発達障害の傾向で説明できるんですが、私が見る範囲ですよ。私が見る範囲ですけれども、やはり、 発達障害にこう、まあ、よく重ね着症候群とかって言いましたけど、いろんなものがこう磁石のようにくっついて生きづらさが増しているだけのことがあります。な何を言ってるかというと、発達障害は確かに生まれながらで変わらないし、まあ、小さい頃からいろいろ療育を受けていると、まあ、うん社会的に適応しやすくはなるとは思います、なりやすいとは思いますけど、外のこの重ね着のところは、やはり大人になってからきちんとこう、まあ、カウンセリングとかいろんなアプローチで取れる。 和らぐ可能性も結構あると思うんで、なので、まあ今できることって言ったら、そのコアな発達障害的なところを小さい頃から分かんなかったのは、まあそれはもしかしたらちょっと残念なんだけど、まあ、この重ねぎのところを、少しあの剥いでいこうかみたいに考えた方がいいかなとは思いますね。二次障害が強く出てしまった人は、早くに診断があれば、こんな思いをせずに済んだのにと思いますよね。そうなんですよね。ただね、まあ、そこまで逆に言うと、まあ、気づかない。って来られてしまっている。 っていう、まあ、有利な部分もあるんですけどね。